じゃあ今日は縦列駐車だ。あそこですか？車一台入れるかどうかの幅しかないですけど。縦列駐車ごときに時間取るんじゃねえぞ。さっさとやれ。その瞬間、俺は今まで溜め込んでいたフラストレーションが一気に爆発してしまいました。スカットライン。俺の名前は大輔。父の仕事の関係で幼少期をアメリカで過ごした俺は、つい最近日本に帰国し、スカット学園高校に編入しました。久しぶりの日本ということで、いろいろ変わっていて戸惑いもありましたが、先生やクラスメイトはとてもいい人たちで、今では楽しく学校生活を送っています。そんなある日のこと。じゃあ大輔って3歳の時にアメリカに行って、それから編入してくるまでアメリカ暮らしだったんだ。そうそう。じゃあ母国語は日本語だったんだね。向こうに行った時に大変じゃなかった？いやー、案外そうでもなくてさ、3歳ってまだ言葉を覚え始めた頃ぐらいだし、すぐに馴染めたよ。むしろ日本語の勉強が大変だったぐらいさ。そうなんだ、面白いね。父さんは日本に戻ってきても大丈夫なようにって日常会話を日本語でしてくれたおかげで、どっちも話せるようになったんだ。なるほどね、バイリンガルってやつだね。などっちも母国語って気持ちだから、いまいち実感湧かないけどね。オール？ん？どうしたの？ありゃ海外の人かな、なんか困ってるっぽい。私駅に行きたいんですけど。駅はあちらの方ですよ、一緒に行きましょうか。おう、どうもセンキューです。よし来た、じゃあ車に乗ってください。車に？それはノーセンキューです。なんですと？この生かしたスポーツカーに乗りたくないんですか？知らん人の車に乗ったらあかんっておかんに言われてますので。そんな人不審者みたいに、僕は怪しいものじゃありませんよ。すごい怪しいです。どうされました？あ、私駅に行きたくて。僕たちもこれから駅に行くので一緒に行きます。本当ですか？助かります。おいおい、なんだよ横からしゃしゃり出やがって。いや、明らかに困らせてましたし。なんだと？まあまあ、私たち帰り道一緒なんで任せてください。それじゃあ行きましょう。おじさんバイバイ。え、あ、はい。ふ、深くにもと決めてしまった。ああ、せっかくパツキン美女とドライブできそうだったのによ。あの小僧が声なんてかけてこなければ。しかもあいつよく見たら両手に花じゃねえか、くそー。という出来事がありまして、この時はまさかこの出来事があんな事件につながるとは、この時の俺は思ってもいませんでした。それから少し経った頃のこと、18歳の誕生日を迎えた俺は、車の免許を取るため自動車学校に入学しました。よう、今日からお前の担当になるハッタリだ。ビシバシ指導してやるから。ああ、お前この前の。え、どこかでお会いしました？いや、なんでもねえ。こいつこの前の美女泥棒じゃねえか。まさか俺の担当になるなんてね。一層厳しくしてやるとするか。さて、じゃあ大平、早速だが技能教習をやってくぞ。こっちに来い。ったく、生意気にもマニュアル希望かよ。だりな。え、っていうか俺が運転席なんですか？実際に乗るのは初めてなのに。うるせえな、座学である程度やってんだろ。とりあえず発進しろ、発進。あ、はい。右折禁止の標識だ。じゃあここは左折でいいんですよね？はい、そこ右折。右折禁止って書いてますけど、右側から別の教習車来てますし。いいから右折だっつってんだろ、この俺様に逆らうっつうのか。そう言われても標識に書いてるじゃないですか。ここでは標識より俺様の方が偉いんだよ。ちょっと何言ってるかわからない。交通ルールは絶対です。あ、こら、何勝手に左折してやがんだ。右折したらぶつかっちゃいますって。俺の担当になったハッタリという教官はどうやら俺のことが気に入らないらしく、こうして技能教習でやたら俺に強く当たったり、
ルートの案内をしてくれなかったり、進行方向とは逆側に進ませようとしたりと、かなり悪質な嫌がらせをしてきました。さらには、お前みたいななよっとした男より、俺みたいな男の方がモテるんだからな。こう見えて俺はそこそこ名の知れた走り屋だからな。この場で一番偉いのは俺なんだぞ。といったように、謎のマウントを取ってきたり、教官の評価を勝手に下げたりとやりたい放題。俺は毎日行われる嫌がらせに必死に耐えながら自動車学校に通い続けていました。そんなある日、おかしいな、もう教習の開始時間はとっくに過ぎてるのにハッタリさんが来ない。このままじゃ何もせず技能の時間終わっちゃうよ。2時間後、いやー悪い悪い、昼に食いに行ったラーメン屋がすげー混んでてさ、1時間半も並んじまったぜ。そうですか、俺はお腹空きましたけどね。悪い悪い、じゃあ早速運転すっか。今日はまず俺が手本を見せっから。はい。この俺様のドラテクをとくと見るがいい。ラウラウラー、わー、ギアチェンジが雑すぎる。舗装路なのにオフロードみたいな揺れなんですけど。数十分後、吐きそう。はぁ、久しぶりに本気出しちゃったぜ。どうだったよ俺様のドラテクは。すごかったです、いろんな意味で。そうだろそうだろ、じゃあ今日はこの辺で終わっとくか。俺まだ運転してませんけど。へぇ、ついつい運転に熱が入っちまってな。もう授業時間残ってないから今日は終わりだわ。あ、ちなみに今日お前運転してないから評価はゼロな。そんな、ひどいですよ。うるせえな、お前は生徒、俺は教官、なんか僕あっか。とにかく今日はもう終わり。はい、帰った。そうして教習車から追い出されてしまった俺はついに限界を感じ、教習所のベンチに思わず座り込んでしまいました。好き勝手やりやがって、あの鬼教官。くそー、俺の何が気に入らないんだよ。もう学校変えようかな。あれ、君は確かハッタリ教官の生徒の大平くんだったかな。はい、あなたは、というかどうして僕の名前を。俺は教官のやさしだ。実は今年かなり運転が上手な生徒が入ったって話題になっててね。エンストも今のところしてないし、かなりスムーズな運転だってみんな褒めてたよ。そうなんですか、ありがとうございます。それよりなんだか悶々としてたみたいだけど、何かあったのかい。それがここで俺は声をかけてくれた教官に怒ったことを洗いざらい吐いてやろうかと思いましたが、飲み込みました。ただ悪事を摘発するだけでは物足りないと思った俺は、一つ作戦を実行することに。そしてその翌日、じゃあ今日は縦列駐車だ。ほら、あそこの白い車、2台の間に止めてみろ。あそこですか。車1台入れるかどうかの幅しかないですけど。大丈夫だって、近づいてみたら意外と幅あるから。こんなのテレビチャンピオンでしか見たことないですよ。なんだよ大平、ひよってんのか。縦列駐車ごときに時間取るんじゃねえぞ、さっさとやれ。その瞬間、俺は今まで溜め込んでいたフラストレーションが一気に爆発してしまいました。わかりました、じゃあ僕本気出しますね。お前何してんだよ。黙っててくださいよ。ぶつかる。 あれ、ぶつかった音がしない。駐車完了です。なんだってなんだよこれ、なんでこの隙間に駐車できてんだよ。あの速度で突っ込んでたし、ありえねえだろ。まあ言ってなかったですけど、俺実は免許持ってるんですよ、アメリカのね。なんだと。お前まだ18歳になったばっかりじゃねえか、違法だ。違法じゃないですよ、僕のいた州では16歳から免許が取れるんですから。本当は海外免許を日本免許に切り替えることもできたんですけど、ずっと向こうにいたから切り替えるだけじゃ交通ルールとか標識とか不安だったんで、こうして自動車学校に通ってるってわけです。そうだとしても普通の人間はこんな幅にぴったり入れられるわけねえだろうが。まあ普通の人間ではないかもですね。もしかしてテレビチャンピオン出てたのか。
ちょっと何言ってるかわからない。実は父が海外で映画関係の仕事をしてましてね、その影響でカースタントをやってたんですよ俺。カースタント？ええ、海外の映画でカーチェイスとかしてるのを見たことありませんか？ああいうやつです。なんだその生意気な経歴は。とにかくここは映画の中でもアメリカでもない日本だ。こんな危険な運転をするやつには絶対免許なんぞやらんぞ。今すぐこの学校から去れ、海外かぶれ野郎め。この学校から去るのはお前だバカ者。先輩、今の現場、車内の様子まで一部始終見せてもらった。さらに今までの大平くんへの対応についても全て報告をもらっているぞ。何の話ですか？ちょっとよくわかりませんが。ごまかすんじゃない。こんな底意地の悪い危険な縦列駐車をさせるやつがあるか。見ろこれ、前後の車との隙間数センチしかないじゃないか。学生になんてことをさせるんだ。それは。それにお前、大輔くんに個人的な恨みがあったらしいな。パツキン美女が奪われたとかなんとか、他の生徒が聞いていたらしくて、こっそり俺に報告してくれたんだ。パツキン美女？もしかして、ちょっと前の外国人女性を車に乗せようとしてた？ああ、そうだよ。さっそうと現れて美女を連れてったお前が憎くて仕方なかったんだよ。俺は相手にされないっつうのに、お前は女子高生と両手に腹出しよう。悔しかったんだよ。そんな理由で俺を苦しめてたんですね。あの、多分モテないのって運転がどうとかじゃなくて、そうやって他人を僻んで嫌がらせするからだと思いますよ。学生相手に本当に情けない。とにかくお前はクビだ。個人的な思い入れで生徒に態度を変えるようなやつ、教官として雇ってられん。自分の行いをきっちり反省するんだな。どうしてこんなことに。くそ。大平くん、今まで気がつけなくてすまなかった。いえ、いいんですよ。むしろ今日俺の頼みを聞いてくれてありがとうございます。ああ、君から突然技能教習の様子を見てほしいと言われたから何事かと思ったらこういうことだったんだな。まあそれはそれとして、いくら技術があるからといってこんなところでドリフトはやっちゃダメだぞ。危ないからな。はい、すみませんでした。とはいえさすがの腕前だな。スタントマンというのも頷けるよ。でも日本では安全運転を心がけてくれよ。もちろんです。よし、じゃあこれから君のことは俺が担当する。よろしく頼むよ大平くん。わかりました、よろしくお願いします。その後、服部さんは自動車学校の教官をクビになりました。今はどこで何をしているのかわかりません。一方俺はというと、やさしさんの指導により無事に運転免許を取得。今度父を乗せてドライブに行く約束をしました。いろいろあったけど無事に解決してよかったです。スカットライン。俺の名前は大輔。私立スカット学園大学に通っている2年生です。下宿先から大学に通う傍ら、実家が競走馬を育てる牧場をやっている影響で地域の馬術クラブに所属しており、大学にクラブ活動にと忙しい日々を送っています。そんなある日。よー大平、お疲れ。あ、陽輝くん、お疲れ様。彼は同じ学部に通う同級生陽輝くん。大学に入って初めてできた友人です。あ、お前その持ってる雑誌なんだよ。あ、これ競馬の情報誌だよ。競馬？なんだよお前、競馬なんてやってんの？おっさんくせ。そういやお前の実家は馬育ててる牧場なんだっけ？うん、うちの牧場出身の馬が今度 G1 レースに出ることになって。ああ、はいはい、競馬とかよくわかんねえからどうでもいいわその話。てか実家が牧場とかかわいそう。ほら、ふれあい牧場とか行ったことあるけどさ、めっちゃくせえじゃん。俺だったらそんなとこの近くに家があるとか汚すぎて気が狂いそうになるわ。まあ確かに動物だから多少匂いはするけどさ、でもお馬さんたち可愛いよ。いやいや、馬が可愛いとかないから。でかくて怖えし、人蹴られて大怪我とかニュースで聞くしさ、それに牧場とか全然稼げなさそうだし。ってそんなことよりキャンプだよ、キャンプ。え、キャンプ？ああ、もうすぐ夏休みだろ。始まったら学部のやつら何人からキャンプ行く予定なんだよ。大平も行こうぜ。二人ともお疲れ。何の話してんだ？あ、馬好きくん、
今ちょうど陽気くんからキャンプに誘われたところで。夏休みのキャンプか、俺も行くんだよ。楽しみだよね。そうなんだ、じゃあ俺も行こうかな。キャンプなんて久しぶりだからワクワクするよ。よし、じゃあ決まりだ。キャンプ場はスカットアルテンだ。当日は最寄り駅に集合な。あれ、でも駅からスカットアルテンまでって結構距離あるよね。バスもないはずだし、どうやって行くの？なあ、俺のバイクに乗せてやるよ。他のやつはみんなバイク持ってるからバイクで来るんだよ。そうなんだ、わかった。じゃあ当日ね。ああ、じゃあな。ということで、夏休みにキャンプに行くことになった俺はキャンプ当日を楽しみにしていました。スカットアルテンか、実家の近くにあるキャンプ場なんだよね。懐かしいな。昔はよく父さん母さんとキャンプに行ったっけ。あ、そうだ、どうせならキャンプの帰りに実家に寄ってみようかな。最近全然顔見せてなかったしね。そうと決まれば早速連絡だ。もしもし母さん。あら大輔、突然どうしたの？実は夏休み友達とスカットアルテンにキャンプに行くことになったんだ。実家の近くまで行くから久しぶりに顔出そうと思って。いいじゃない、よかったらお友達も連れていらっしゃいな。待ってるわね。うん。とは言ったものの、陽気くんは行きたがらなそうだな。まあ断られたら一人で実家に帰ろうっと。じゃあ明日ね。これでよしっと。キャンプ楽しみだな。そして迎えたキャンプ当日。天気も良くて絶好のキャンプ日和だな。陽気くんたちは。おー陽気だ、待たせたな。うわすごい、みんなのバイクかっこいいね。だろだろ。そっか、みんなバイク持ってるのいいな。羨ましいだろ、実家が牧場で貧乏なお前にはオフロードバイクなんて買えないだろうからな。おい陽気。いやー、俺は牧場の子なんかに生まれなくてマジよかったわ。臭いし貧乏だし田舎臭くてダセーし、マジ勘弁って感じ。ちょっとそんな言い方。お、なんだ怒ったのか。でも事実なんだからしゃあねえだろ。ということで、オフロードバイクが買えないお前は自力でキャンプ場まで切ってください。ちょっと何言ってるかわからない。え、キャンプ場まで30キロあるんだよ。知らねえよ、オフロードバイク買えないお前の家庭環境が悪いんだろ。お前ら行くぜ、じゃあね。ちょ、まあ、本当に行きやがった。嘘だろ。大平。あれ、馬月くん、陽気くんたちと一緒に行ったんじゃないの？いや、実は俺も驚いててさ、大平を置いていこうとするなんて聞いてなかったし、ていうか聞いてたら止めてたし、俺の後ろに乗せてやれたらよかったんだけど、このバイク二人乗り用じゃないんだよ。そうなんだね。いいんだよ、気にしないで。でもどうしようかな、移動手段もないし、どうやってキャンプ場まで行こう。ああ、いたいた。おーい、大輔。え、母さん？え、あれ、大平の母さん？で、この馬は。一方その頃、俺を置いていった陽キャ軍団はというと。おい、お前ら見たか？あの大平の驚いた顔。いや、傑作だったなって、あれ？そういや、馬好きがいねえな。まさかあいつ大平のとこに残ったのか。かあ、ったく見た目陽キャのくせして肝っ玉が小さいんだからよ。そういや今どのくらい走ったか分かるやついるか。あー、ざっと20分ってとこだな。20分か、しゃね、そろそろ戻ってやるか。てってれー、ドッキリ大成功ってなーって。お、なんか変な音聞こえねえか。うわーすげえ勢いでなんかこっちに走ってくるぞ。なんだありゃ、 もしかしてあれ馬か。早すぎだろ。おい越してった。あ、戻ってきた。で、大輔。やっほー。やっほーじゃねえよ、お前それなんだよ。え、お馬さんだけど。そりゃ見りゃわかるわ、そんなこと言ってんじゃなくってよ。待ってくれ。やっと追いついて。それにしてもやっぱすんげえ、さすがはミニクロスグリーン。ミニクロス。
何？ミニクロスグリーンだよ。まさか知らないのか？ G1 レースをいくつも勝った有名な競走馬。もう引退した子だけど当時はすごかったんだぞ。特にラストレースなんて一番人気という重圧を背負いながら他の追随を許すことなく4コーナーを全て1位通過、そのまま逃げ切った伝説の名馬なんだからな。しかも当時は最大7億で取引されてたんだ。残念ながら左前足に屈腱炎を発症して引退になっちゃったけど、その名前は今でも語り継がれていて競馬がモデルのゲームにも絶対出てくるぐらい有名な。いやいや長い長い、何一つわからん。おい大平、経緯がわかるように説明しろ。実は…え、母さん？え、あれ大平の母さん？で…この馬は。あら、お友達？うん、馬好きくんって言うんだ。そうなの、いつも息子がお世話になってます。そんな、とんでもないです。いや、それよりこの子ってもしかしてミニクロスグリーンでは？あら、よく知っているわね。競馬好きなの？はい、大好きです。この子、撫でてもいいですか？いいわよ、優しくね。本物だ。ミニクロスグリーン、引退後は大平牧場ってとこに引き取られたって知ってはいたけど、まさかお前の実家だったなんて感激だ。ミニクロスグリーンは父さんの馬だからね。父さんの馬って、もしかして大平の父さんがミニクロスグリーンの馬主？そうだよ。すげえ、ミニクロスグリーンの馬主さんに会っちゃった。俺は生まれてこの方、こんなに神に感謝したことはないぞ。ところで父さんも母さんもなんでこんなところに？この子たちの散歩のついでに大輔いないかなって見に来たのよ。ところで大輔、あなたここからどうやってキャンプ場に行くつもりだったの？てっきり友達か誰かに乗せてもらうのかと思ってたんだけど。ああ、実はその予定だったんだけどさ、俺を乗せてくれる予定だった友達が先に行っちゃって、残ってくれたこのバイクは二人乗りできないらしいし、困ってたところだったんだ。そうなのね。それならほら、この子に乗っていったらどう？いいの？もちろん。この子も久しぶりに思いっきり走りたいだろうし、ただし法定速度は守ってね。ありがとうお母さん。ってことがあってね。つまりよくわかんないけど、その7億の馬は大平んちの馬ってことなのか？まあそういうことだね。それだけじゃねえぞ。大平牧場って言ったら他にも数億レベルの競走馬を輩出している超有名牧場だ。お前はバイクも買えないなんてバカにしてたけど、こいつの実家バイクどころか高級車を何台も余裕で買えるくらい超金持ちだぞ。そんなこいつの家そんなすげえのかよ。しかもだ、ここに来るまでに聞いたんだけど、大平って国内でも強豪の馬術クラブに所属してて、障害馬術で全日本1位になったこともあるんだって。障害馬術？馬に乗ってハードルを乗り越える競技だよ。今やオリンピック競技の仲間入りを果たしてる人気競技だぞ。すげえ、確かにさっきの馬を乗りこなす大平、なんちゃら将軍みたいでめちゃくちゃクールだったぜ。大平、その、今まですまなかった。お前の実家よく知らねえままバカにしてよ。その、なんつうかさ、気持ち的にはいじりのつもりだったんだ。でも普通に考えたら、実家の家業とか好きな動物のことをバカにされたりしたら嫌だよな。いじりだとしてもやっちゃダメなことだった。すまん。そんで、今まで散々失礼な態度取ったのに、俺の立ちでいてくれてありがとう。俺たちも、ひどい態度取ってごめんな、大平。陽気くん。みんな、分かってくれたらいいんだよ。キャンプ誘ってもらえたのだって嬉しかったしさ。まだ俺たちと一緒にキャンプしてくれる気あるか？当たり前だよ。そのためにここまで来たんだからさ。せっかくだし、みんな一緒に馬乗ってみる？マジで？ミニクロスグリーンに乗っていいのか？生きててよかった。俺たちもいいのか？もちろんだよ。俺、馬って初めて乗るぜ。ワクワクする。俺も。その後、ミニクロスグリーンと一緒にキャンプ場に着いた俺たちは、日が暮れるまでみんなで遊びました。帰り道にみんなを誘って実家に寄ったのですが、牧場にいるたくさんの引退馬を前に、馬好きくんは大興奮。他のみんなも楽しんでくれたみたいです。最初はどうなることかと思ったけれど、
楽しいキャンプになってよかったな。ああ、そうそう。そういえば、陽気くんと馬月くんはあのキャンプ以来、乗馬にハマったらしく、ほどなくして、俺が所属している馬術クラブに入会してきました。くっそー、どうしてもあと数秒の差が縮まらん。焦るとハードルを倒しちまうし。大平、なんかコツとかないか？コツ？そうだな。障害馬術ってさ、結局頑張って走って飛んでるのは馬なわけじゃない？だから俺はどうしたらこの子が気持ちよく走れるかなっていうのを考えながら乗せてもらってるんだ。それがコツかな。なるほど。よし、わかった。次はそれを意識してみる。そんでいつか大平、お前のタイムを抜いてみせるぞ。望むところだ。俺だって負けないよ。そんなこんなで今では3人一緒に大学にクラブ活動にと忙しくも楽しい日々を送っています。スカットライン。俺の名前は大輔、高校3年生です。両親はなんやかんやあって離婚しており、男で一つで育てられました。父は忙しく出張ばかりで少し寂しいですが、それでも俺のことを大事にしてくれているのは分かっているので、それなりに幸せな日々を送っています。もしもし、父さん、出張先着いたんだ、お疲れ様。え？大会見に来られなくてごめんって。いいんだよそんなの。あ、じゃあ俺そろそろ自転車をメンテするから、またね。さて、完璧に仕上げておかないとな。しかしそんな俺にもちょっとした悩みがありまして。あいつ相変わらず暗いな。駐輪場にあるボロッボロのママチャリ、あいつのらしいぜ。片親ってやっぱ貧乏なんだね。しかもあいつの親、出張ばっかで家にいないんだろ。かわいそうだよね。そのくせいつもクールぶって、なんかムカつくんだよな。ほんとほんと。ねえ、そろそろ思い知らせといた方がよくね。だな。よし、今日はとことんやるとするか。おいおいおい、大輔、また辛気臭い顔しやがって。暇そうなお前には俺様の召使いという立派な仕事をさせてやろうじゃねえか。はあ、なんだよ急に。いいから、さっさと焼きそばパンを買ってこい。あの少し遠いとこにあるコンビニね。運動神経が抜群の大輔くんなら余裕だろ。いやだよ、だいたいもう放課後なんだし、帰る途中で自分で買えばいいじゃんか。ああ、なんだその態度は。優しく言ってやってるうちにおとなしく従っといた方が身のためだぜ。何がしたいのか分かんないけど、嫌なもんは嫌。パンぐらい自分で買いなよ、みっち。なんだと。優しくしてやりゃつけ上がりやがって。いいからさっさと焼きそばパンを。私の名前は山田麻也。上から読んでも下から読んでも山田麻也。暇だし先生でも呼んじゃおうかな。あ、先生、こっちこっち。ちょっち見てほしいものがあるんだけど。じゃ、しょうがねえ、ずらかるぞ。あの穴覚えとけよ。女の子相手に覚えとけよとかダッサー。プープープー。その、ありがとう。にゃは、何のことかにゃ。マヤわかんない。てかさ、大輔くんとカゴってオナチュー出身じゃなかった？昔からあんな風にだるがらみされてたの？いや、あゆむのやつ昔はあんなんじゃなかったんだよ。うん、と言いますと？俺とあいつは幼馴染でさ、昔はずっと一緒にいたんだ。俺は あいつのことを親友だと思っていた。大平、一緒に帰ろうぜ。うん、いいよ。それにしても大輔はすげえよな。成績も優秀だし運動神経も抜群。俺もお前みたいになりたいよ。褒めすぎだってば。でもありがとな。そういやお前、あんなに運動できるのになんで部活入らないんだ？ああ、実はやりたいことがあってさ、地域のクラブに所属してるんだ。うちの中学が部活強制じゃなくて助かったよ。確かにお前は中学の部活レベルに収まる玉じゃないもんな。さすが、将来の夢がウルトラマンのやつはちげえな。ちょっと何言ってるかわからない。それ小学生の頃の作文の話だろ。さすがにそんな子供っぽい夢もう持ってないって。はははは、冗談だっての。まあとにかく応援してるからさ、頑張れよ。うん、ありがとうな歩。でも高校に上がってあいつは変わってしまったんだ。素行の良くなさそうな人たちと一緒にいるようになって、やたら俺に絡んでくるようになった。あいつのことを親友だと思ってたのは俺だけだったんだよ。はあ、
男の友情も大変そうだね。そうだな。元の関係に戻れたらいいんだろうけど、もう無理かもしれない。言動を見る感じ、あいつはきっと俺のことが嫌いだろうしね。じゃあ俺この後用事があるから、また明日。山田さん、いろいろとありがとう。といった感じで、思春期特有の人間関係に悩みつつも自分のやりたいことに日々精を出していました。そんなある日のこと。今日はいい天気だな。風も涼しくて気持ちいいや。大会当日もこんな感じだといいな。おいおいおい、陰キャ君、今日もボロボロのママチャリで登校ですか？父子家庭ってのは大変そうでちゅね。なんのよ。いや、原付き乗ってたらお前がノロノロ走ってるのが見えたからさ、格の違いを見せつけてやろうと思って。それにしてもママチャリ通学とかマジダセーな。チャリにしてもせめてロードバイクとかあるだろ。あ、悪い悪い、片親だからそんな高価なもん買えねえか。失礼しましたって。その瞬間、俺の中で何かがプツリと音を立てて消えました。今まで押し込めていたいろいろな感情が溢れて止められず、俺は勢いそのまま歩に突っかかってしまったのです。なあ、お前どうしちゃったんだよ。ああ、昔はそんなやつじゃなかっただろ。中学までのお前は不器用だけど優しくて、いつも俺のことを応援してくれてた。それなのに何がお前をそうさせたんだよ。何がそうさせたかだって。さすが天才は言うことが違うな。別にどうもこうもねえよ。俺はもともとこういう性格で。いや違う、昔のお前はもっと勉強も運動も頑張ってただろ。それなのに今は授業もまともに出ないで遊びほうけて、お前らしくないよ。お前が俺の何を知ったらっつんだ。じゃあ教えてやるがな、俺がこうなっちまったのはお前のせいなんだよ大輔。僕のせい？ああそうだ、確かに俺は中学時代お前のことを尊敬してた。涼しい顔で何でもこなして自分の成功を鼻にかけない、そんなお前に憧れてた。お前みたいになりたいって勉強も運動も努力した。それでも俺はお前に何一つかなわなかったんだ。お前が3日でできるようになることも俺は半年かかる。俺が必死に努力してやっと超えたハードルをお前は軽々超えていく。この惨めさがお前にわかるのか。歩む、凡人は天才にはどう頑張っても勝てねえんだよ。だから俺は現実を見るのをやめたんだ。ヤンキーどもとつるんで何も考えずバカ騒ぎしてる今がお前を追いかけてた頃より何十倍も楽しいんだよ。ほら、教えてやったさ。これで満足か。お前は俺のことを天才だと思ってたのか。何も努力せずに何でもそつなくこなしてきたと。実際そうだろうが。いつも涼しい顔しやがって。お前のそんなところが大嫌いだったんだ。そうか、どうしてお前がそうなってしまったのかよくわかった。でもな歩、お前は一つ勘違いをしているよ。なんだって。俺は天才なんかじゃない。負けず嫌いで努力を人に見せるのが恥ずかしいだけのただの一般人だ。この後に及んで言うことがそれかよ。お前はどこまで俺のことをバカにすれば気が済むんだ。お前が俺と張り合おうとして努力してるのは知ってたよ。だから俺はお前に負けないよう努力した。それだけだ。俺はお前のことをライバルだと思ってたんだよ。そんなわけないだろ。だって何一つ絡まなかったんだ。あんなに努力したのに。お前が天才じゃないってんなら俺の努力はどうなっちまうんだよ。じゃあ聞くけど、お前は毎日10時間欠かさず勉強したか。毎日10キロ走って毎日2時間筋トレしたか。それ俺たちの差は天才か凡人かじゃない、努力の量だ。俺より少ない努力で俺の上を行く人間なんてこの世に5万といるよ。だから何だってんだよ。俺はもう諦めたんだ。これが俺にお似合いの生き方なんだよ。お前がそう決めたのなら好きにすればいい。お前がそうして同じ場所でうだうだ立ち止まってる間に俺は努力して先を行くよ。見てろ歩、これが俺の努力の証だ。なんだってなんだよあれ、ママチャリのスピードじゃねえだろ。あいつは努力だけであれだけの力を手に入れたっていうのかよ。ちくしょう、悔しい。あいつに追いつきたい。俺だってうわ、ずるいと言われようが構わない。
俺はどんな手を使ってでもあいつを追い越したいんだ。ほらそこの原付き止まりなさい。なんてスピード出してんだお前。ちぇ、なんだよこんな時に。もう少しで追いつけそうだったのに。原付きで60キロ出すやつがあるか。ここはサーキット場じゃないんだぞ。え、君見たところ高校生じゃないか。まったく最近の高校生と来たら随分野蛮だな。ん、君はもしかして彼の友達かい。ダメだよ、友達なんだったら止めてあげなきゃ。って、君はもしや大平大輔くん。え、僕のことを知ってるんですか。ああ、私は大のサイクルレースファンでね、君がネクストリーダージャージをもらった時のシーズンもテレビでしっかりと見ていたよ。ネクストリーダージャージ、それにサイクルレースって。なんだ、友達なのに知らないのか。サイクルレースっていうのは名前の通り自転車競技のことだよ。ちなみにネクストリーダージャージっていうのは3月から11月までのレースシーズン中最も優秀な成績を収めた23歳以下の選手に贈られるんだ。よくわかんないけど、とりあえず大輔は自転車競技のすげえ選手ってことでいいのか。まあざっくり言ってしまうとそういうことだ。それに大輔くんのすごいところは自分にとことん厳しくできるところでな。最初こそ成績が振るわず向いてないとまで言われていたが、大輔くんはそれを努力で覆したんだ。彼が評価も何もかもひっくり返してみせたあの瞬間は涙なしでは語れない名シーンだよ。そんな大層なもんじゃないですよ。悔しかったから勝てるよう頑張っただけです。それが素晴らしいんじゃないか。あと仕留めてしまってすまない。見たところ通学中だろ。遅刻してはいけないから大輔くんは早く行きなさい。君は警察署行きだ。30キロオーバーだからな。分かってると思うが免許停止だぞ。あの警官さん、こいつがスピードを出してしまったのには理由があって。大輔、黙ってろ。でも確かにお前に触発されたのは事実だ。だがアクセルを踏んだのは俺の判断だよ。お前が俺をかばう必要はねえ。早く行かないと遅刻しちまうぞ。歩む、結局その日歩むが学校に姿を現すことはなく、気がつけば放課後になっていました。歩む大丈夫かな。免停するほどの交通違反なんて学校停学になることもありえるんじゃ。たく、お前は本当にお人よしだね。歩む、なんだよ、そんなびっくりしなくてもいいだろ。俺は幽霊か何かかっつやな。いや、急に現れるから驚いて。免許どうなったんだ。言われた通り一発免停だよ。ま、ギリギリ定額は免れたけどね。ごめん。なんでお前が謝るんだよ。俺がお前を挑発したりしなければこんなことには。免許取るのだってお金かかるのに。ま、免許代出してくれた父ちゃんと母ちゃんには引くほど怒られたけどね。けど再三言うが、お前のせいじゃない。それに謝らなきゃならねえのは俺の方だ。え？大輔、今まで悪かった。俺さ、お前のこと本当に尊敬してんだ。でもお前の凄さを目の当たりにするたびに追いつけない自分が情けなくてよ。そんな現実から目をそらしたくてお前に八つ当たりしてた。家庭のこととかバカにしたりしてごめんな。正直今まで下げたこと許すつもりは毛頭ないよ。だよね。でもそれ以上にお前と本音でぶつかり合えたのが嬉しい。俺はずっとこうしてお前と並んで歩きたかったんだよ。大輔、俺とお前ってまた親友になれるかな。なんだよそれ、親友じゃなかった瞬間なんてないだろ。大輔、まあそれはそれとして、今までのお詫びに焼きそばパンくらいおごってもらわないと割に合わないな。頼む、高志で勘弁してくれ。今月ピンチなんだ。冗談だっての。ところでお前、原付乗れなくなったらどうやって通学するんだ。ああそうだな、俺も自転車やってみるかな、なんつって。その後俺と歩はサイクルレースで上位ランキングを奪い合う良きライバルとなるのですが、それはまた別のお話。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。